ています。僕は女の歌手ではこの人が一番好きです。どうしてかというと、どこか美智子さんを思い出させるところがあるからです。アカシアの雨が止む時ってあの歌やろ。アカシアの雨に打たれて、このまま死んでしまいたい。はい、入院してる人にそんな歌のこと書いてくんの。単純な人な。思ったことをすぐに手紙に書いてしまう。信州の山猿。武井さんも食べていかへん？嘘、ほんまに？さっきからちょっと気になっとってでも最近手紙けえへんかったやない？ええ、どんなんしたんのって。詰め所でも話題になってたんよ。この前ここへ来た時に私が冷たくしたもんやから怒ってるんです。ん？返事も出さへんもんやからどんどん怒ってる。なんで返事を出せへんの？元気やから、みんな。久子も河野さんもすっごく元気。なんや、しんどうなってきて。ああ、先生、今日何本目ですか？ねえ、あ、どうしたんですか先生。先生、417号室を頻繁に覗いてくれ。病状に何か？自殺の恐れがある。手術前の検査が終わりました。しっかり押さえてくださいね。止血剤の注射もしました。準備 OK です。気がしています。マコ、今何してるの？何を見てるの？何考えてるの？なぜだか、マコのすべてが知りたくてたまりません。新しい人生に出発する最後の手紙です。今日で私の一生は終わります。明日は新しい私の誕生日になるはずです。新しい人生を持つことができたら、私はまたマコに会いたい。手術が終わって美智子は肺炎を起こしました。大丈夫やからな。あれだけの手術の後で高熱が続けば元気だろうな。亡くなることもあるそうです。ちょっとしんどいけど我慢してね。呼吸を助けるためごめん、ね、喉の下に穴を開けているので美智子はまだ口を聞くことはできません。はい、もう終わる、もう終わるよ。はい、抜きますよ。偉いな、美智子は偉いな。でも私たちにはゆっくりな。はい。
この一月の間の美智子の頑張りには親の私たちも頭の下がるものがありました。病院の先生方にもよく頑張ったと言っていただきました。うん、よかったな。まだ口が聞けないんだろ。無理しなくていいよ。美子から電話があったら俺何をしようかと思って寮のやつからギターを借りたんだ。下手くそだけど今日のために必死に練習したんだよ。私は先生がサンタさんなようによってはるやろ。ちょっとしたのよな。なこれはな、重光先生が自費で買いはったプレゼントなんよ。はい、メリークリスマス。ありがとう。先生、整形いつになったらできるんですか？おはようございます。大島君。おはようございます。おはよう。どこ行くんだ？外来。え？売店で新聞買おう思うて。いつまでも病室と診察室だけを往復してるわけにはいかへんでしょ。俺は君にとってそんな存在なのか。俺は君と一心同体になって生きてきた。君の手術の苦しさや痛さを半分ぐらいは引き受けて苦しんできたんだ。苦し紛れに睡眠薬を
飲んでしまうようなバカなこともした。俺のことを他人だと思ってないなら嘘をつかないでほしい。お願いだから嘘はつかないでくれ。私らもう棺桶に片足突っ込んでるみたいなもんだからどうなってもいいけど、あの子は若い、まだ21ですよ。21って言えばもういっぺん病院から出してあげられへんの。先生お願いします。お願いします。我々としても精一杯のことはやってるんです。お願いします。先生お願い、あの子は一生懸命生きようとしてる。助けてあげて、助けてあげて、お願いお願いします。お願いします。お願いします。患者さんたち必死でしたね。自分たちの病気のことも忘れて、あんなに心から助けてあげてほしいって頼みに来るなんて。先生、重水先生、さあ、大島さんは5階の個室に変わられました。河野さんが来られることは5階に連絡してありますから、気兼ねなくお過ごしください。